どっちだ。クリトリスにピアス開ける意味が全くわからん。ポーン。入れます。はい、今日はずっと愛用してきた即席メンタルトリックです。お楽しみください。実演お札貸してください。あざーす。給料日にお返しします。嘘です。ちゃんと透かしもありますね。折り曲げちゃっていいですか。いいですか。あざーす。そしたら折り曲げて、私後ろ向いてますんで、右手左手どちらでも構いません。握っていただいて同じような手の形にしてください。お願いします。そしたら持っている方の手をおでこに当ててください。そして私にテレパシーを送るようなイメージで、左手だったら左手に持ってます、右手だったら右手に持ってますと強く5回唱えてください。できました。そしたら私振り向きますので元に戻してください。振り向きます。間違いなくこちらの手にはありません。間違いないですね。こちらの手にはあるのは分かってます。ちょっと待ってくださいね。 PG41802P ゆっくり開けてください。シリアルナンバーを見ると間違いなくPG41802P です。どうもありがとうございました。はい、では解説していきます。愛用しているトリックです。まずお札を借ります。その時にシリアルナンバーを暗記します。暗記するの難しそうに感じますが、意外と覚えられます。慣れればすぐ記憶することができます。ただ見た瞬間に記憶するっていうのは不可能ですので、喋ります。透かしもありますねとか、折り曲げてもいいですかというセリフの中で記憶します。忘れないように頭の中で唱えておきます。そしたらシリアルナンバーが見えないように内側になるように、このように折り曲げていきます。折り方は特に決まりはございません。お客様に左右どちらでもいいので握ってくださいと、このようにデモンストレーションをまず行います。演者はずっと後ろを向いてますので、デモンストレーションは入れた方がいいです。お札を渡して演者は後ろを向きます。そしてどちらかの手に握ってもらいます。このように言います。お札を持っている手をおでこに当ててください。そして心の中で強く、右手だったら右手に持ってます、左手だったら左手に持ってますと5回唱えてくださいと言います。唱え終わったら手を元に戻してくださいと言って戻してもらい、演者は振り向きます。どうなるかというと、手をおでこにつけることによって血の気が引きます。そうすると左右の手を見比べた時に、白い方がお札を持っている方の手となります。読み取れなかった場合の解決法も後ほどお話しします。持ってない方の手を指して、こちらには間違いなくありませんと言います。すると本当にありません。ここで1段階目の驚きがあります。こちらに持っているのは分かりますが、まだちょっと開けないでくださいと言って、投資してるようなイメージで時間をかけながら、先ほど記憶したシリアルナンバーをゆっくり唱えていく、もしくは紙に書きます。お客様の手を開けていただいて、シリアルナンバーを読み上げていただくと、先ほど言った書いた番号と一致するというものです。自分でやっていただければ、すぐ上げている方の手が白くなることがわかると思います。ここで時間を稼ぐためにセリフをいろいろ工夫してみてください。読み取れない場合、不安な場合はどうするかというと、 50% の確率で当たりますので、一か八かでやって外れた場合は別の人でもう一度試すという方法もありですし、もう一つは無言でこのような読み取るジェスチャーを行って、手を叩いて開けてくださいと言います。そして開けるとあります。間違いないです。もしくは開けてください、ないですよね。じゃあ強く握っといてください。このようなセリフ回しにして、ケースバイケース無言で開けてくださいと言って、あったらあたかも当てたような演出、なかった場合はないですよねと言って、じゃあ強く握っといてくださいと言ってシリアルナンバーを読み取ります。かなり強引な方法になってしまいますが、シリアルナンバーを言うことによってなんとかごまかせるというものです。個人的には一か八かにかける方をお勧めします。外れた場合、その人のせいにします。いや、あなた全然読み取れないですよと言って、別の人にお札を渡して別の人でトライします。そして当てた後にシリアルナンバーを読み取って、非常に強烈な現象となります。シリアルナンバーを記憶した後は常に頭の中で唱え続けます。演者が後ろ向いてる際もリピートしてシリアルナンバーを唱え続けてください。マッスルリーディングの練習用トリックとしても使えます。即席でできる超強烈なマジックです。もしかしたらそのままチップになるかもしれません。ぜひやってみてください。はい、今日のマジックいかがだったでしょうか。どっちの手に持っているか当てる方法はたくさんございます。例えばお札がだんだん重たくなってきますって言うと反応する人がたくさんいます。マッスルリーディングの一種ですが、慣れれば大体当たります。というわけでまた明日お会いしましょう。バイバイ。